にちは、Gです。前回のビデオではラズパイを始めるならどこで何を買うかをご紹介しました。今回は買ったラズパイをちゃんと使ってみようという話です。 Mac や Windows は買ってきて電源を入れればすぐ使える。これは OS と呼ばれる基本ソフトが入ってるからです。ラズパイには OS がないので SD に OS を焼いたものを作ってそれを入れないと動きません。標準 OS はラズベリーパイ OS といい Linux という OS の仲間です。比較的単純な構成なので使い始めると操作などはすぐに慣れます。とりあえず標準 OS のインストールから始めてみましょう。準備には PC が必要ですが、なくても一時的なことなので知人に借りるなどでも構いません。画面のサイトから Windows 用または Mac 用のラズベリーパイイメージャーをダウンロードします。 SD は PC の SD スロットに挿すか SD リーダーを使って PC に挿します。 SD リーダーは100均でも売っています。イメージャーを起動して Choose OS を選び2行目をクリック。ラズベリーパイ OS フルを選んで SD を指定して書き込み、SD をラズベリーパイに挿して電源を入れると文字列が表示されるので少し待ちます。初期設定ウィンドウが表示されるので NEXT ボタンをクリックして設定を行います。ここは英語なんですが難しくありません。サントリーは JAPAN を選び NEXT をクリック。パスワードをタイプして NEXT をクリック。画面の隅に黒いところがあるなら This screen shows a black border around the desktop をチェックして Next をクリック。 Wi-Fi 設定は有線接続してるならスキップしてもいいです。システムを最新に更新するか聞かれるので Next をクリックしてしばらく待ちます。終わったらリスタートボタンをクリック。これで初期設定は終わり、使える状態になってます。デスクトップ画面はこんな感じ。左上のラズパイアイコンはメインメニュー。その横にはアプリアイコン。アプリアイコンは左からブラウザー、ファイルマネージャー。これはフォルダーとかファイルを表示するものです。さらに右側がターミナルソフトです。これらのアイコンは追加や削除できます。デスクトップ右上にはアプレットがあります。左端は Bluetooth の設定ですが、デバイスを追加を選ぶとデバイス一覧が表示されて必要なものをペアリングして利用できます。右隣はネットワークで今は有線接続のアイコンになっています。 Wi-Fi を選ぶとアイコンが変化します。さらに右側はサウンドボリューム。右端は時刻表示でクリックするとカレンダーが表示されますが特に何ができるというわけではありません。ラズパイの敷居が高いのはターミナルソフトで意味不明の文字列をタイプしないといけないのと日本語化が不十分なことです。でもターミナルの利用は総頻度は高くないので時折おまじないがいるんだと考えてみましょう。おまじないは正式にはコマンドラインと言います。ちゃんとルールと意味があるんで徐々に覚えればいいでしょう。今のままだと日本語が使えないので早速おまじないです。
コマンドラインはすべて半角ASUSです。 LX ターミナルを起動して sudo apt install vitex mozq とタイプしてエンター。何か文字列がいっぱい表示されますが、それで正常です。途中で yes no と聞かれますので y とタイプします。この操作は Google 日本語入力のオープンソース版である mozq と日本語入力 vitex をインストールするためです。終わったら sudo reboot とタイプするとラズパイが再起動されます。以降日本語が使えるようになります。アプレットにキーボードアイコンが追加されてるでしょ。ここで日本語の設定が行えます。全体をざーっと見ていきましょう。メインメニューではカテゴリー別にアプリが表示され、並びや表示項目は編集できます。標準搭載されているソフトについていくつかご紹介します。プログラミングの中で BlueJ は有名な Java 開発環境です。少し前までラズパイ版は文字化けで使えなかったけど、それは直ったもののかなり遅いです。 Genie はプログラミング用のエディターなんですが、安定しているので普通にテキストエディターとしても利用できます。マスマティカについてはご存知の方も多いと思いますが、数学、物理、統計など様々な分野での解析やシミュレーションが行えるソフトです。かなり高価なソフトなんですが、ラズパイでは無料です。画面のサイトに大量のデモがあり、実際にコピペで動作を確認できますが、1000以上あるんで全部見て回るには寿命が足りない。スクラッチは MIT で作られた教育用プログラミング環境で、ドラッグだけでプログラムができるものです。3ペインのウィンドウ構成で、左側から真ん中にコードをドラッグしてプログラミングします。操作方法は直感的でシンプル。何せ子供向けに作られているので、これで子供にプログラミング教えられるぞと言い訳できるんで家族円満。あわよくば何か買ってもらいましょう。使いながら全体の概念を理解すると、このソフトかなり使えます。スクラッチ3もインストールされていますが、起動が死ぬほど遅い。ソニックパイはエラーで動きませんでした。 Python というプログラミング言語も入っていますが、非表示になっています。 Office は全部入っています。 LibreOffice は Word や Excel 互換のオフィススイートですが無料です。でも英語版なんで、画面のようにターミナルで日本語化するおまじないが必要です。日本語になりましたね。おまじない便利でしょ。インターネットではクロミウムが標準搭載。クロームじゃなくてクロミウムね。クロミウムの標準検索エンジンが DuckDuckGo なので、設定で Google に切り替えるのを忘れないように。クローズメールも入っていますが、設定が面倒なのでメールは Web メールの方が簡単でおすすめ。 VLC は動画音楽視聴の定番ソフトです。アクセサリーには LX ターミナルやテキストエディターがあります。設定に Add、Remove ソフトウェアがあって、各種ソフトのインストールや削除ができます。ソフトの追加や削除をする仕組みをパッケージマネージャーと言います。ラズパイのパッケージマネージャー、
あまりいけてない、使いにくいです。他の Linux では分かりやすい GUI のパッケージマネージャーがいろいろあるんですけどね。 Vitex 設定では日本語英語の切り替えキーの指定ができます。メインメニューエディターでこのメインメニューの並びや表示項目を編集できます。ログアウトからリスタートや終了が行えます。一通り見て回って基本機能はちゃんとしてて無駄がないんですが、面白くないんですよね、個人の印象ですけど。ほら、いるでしょう、きちんとしてて仕事もできるのに話がつまらないやつ。そんな感じです。組み込みや特定用途のプラットフォームで使うならこれでいいんですが、常用 PC 代わりに使うとなるとすぐ飽きちゃう。だから Ubuntu や Manjaro に目が行ってしまうんです、個人の印象ですけど。でも簡単にいろんな OS を入れて別のコンピューターのように使うことができるのもラズパイの魅力の一つです。いろんな Linux も問題なく動作するのでラズパイは可愛い OS 着せ替え人形ですね。最後に最小限必要なおまじないをご紹介します。ターミナルを起動してコマンドラインをタイプするんですが、その意味は画面の通りです。いかがでしたでしょうか。ラズパイ買ったけど買っただけの方結構いるんじゃないでしょうか。ここで一念発起、再チャレンジしてみません。個人的にはラズベリーパイ OS はいろんな OS や環境へのチャレンジの入り口であって、ラズベリーパイ OS でとどまってしまうのはもったいないと思います。昨年来ラズパイのいろんな可能性を動画でご案内しています。よろしければご一緒にチャレンジしませんか。ご覧いただきありがとうございました。お彼岸は終わりましたが、季節に合わせてぼた餅を大量に購入、2個ずつ食べてるんですが、2日目には胸焼けでギブアップ。ところで知人から甘納豆は便秘にいいと聞いたので買ってみました。少し多めに食べると確かに効果がある。でもなんか糖分ばっかり取りすぎじゃない？糖尿病待ったなしの G でした。ではまた次回。